るほど。勝利さん、貴重な意見をありがとう。覚えておくね。勝利先生は博識であるとかねてより聞き及んでいたが、まさか料理にも精通しているとは。勝利先生のような方と知り合えたのは、僕たち後進の者にとって実に光栄なことだ。そんなことはない。皆優秀な若人だ。それぞれが得意な分野を持ち、それこそ俺が目を見張る部分もある。共に精進していこう。勝利殿、そんな大げさな。そのもしよかったら、僕に妖魔退治の砲術を少しご指導いただけないだろうか。奉仕の妖魔退治か。少しかじった程度ではあるが、それでも問題なければ時間を作って手ほどきを。うわぁ、もう人がいっぱいいる。プータオが勝利を招待してるのは知ってたけど、まさか友達がこんなに集まってるとは思わなかったぞ。ひひ。みんな、怪盗祭楽しんでるか。ああ、今年もいい祭りだな。二人もお祭り楽しんでる？私もだよ。前にも深淵のステージは見たことあったけど、今回みたいなのは初めてだったな。観客からもかなり評判が良かったみたい。だから最近は出演の依頼が一段と多くなってるんだって。すごく忙しくて、運金も手伝いに行ってるほどなんだよ。ああ、二人ともお前たちによろしく伝えてくれと言っていた。それから祭りと食事会を楽しんでくれとも。確かに素晴らしい公演だった。ただ見終わった途端、まさかシャンリーの創作意欲が爆発するとは。そのせいで僕たち二人は大変な役を押し付けられてね。うん、二人？シャンリーの試食役は僕だけじゃなかったのか？別にそこは重要じゃないだろう。それに君が食べたら僕も食べたようなものさ。僕はそんなこと気にしてないけど。言われてみれば、確かに一皿残らず趙雲に押し付けてたっけ。何？シャンリンが新しい料理を作ったのか。おいらも食べたいぞ。うんうん、パイモンは私の料理が大好きだもんね。ありがとうパイモン。ああ、勝利さんにも感謝しないと。私の新しいレシピにぴったりなアイデアを出してくれたからね。じゃあさっきはそのことについて話してたのか。ああ、食事会だからな。話題はおのずと料理のことになる。シャンリンはよく己の道を邁進するが、その食材の選び方や味付けはどれも音の調べのように舌の上で踊り出すものだ。俺の意見はただそれに花を添えただけに過ぎない。おお、さすがだな二人とも。えへへ、私なんだか照れてきちゃったよ。勝利さんの案を取り入れてレシピを調整したら、また料理の試食をお願いするね。まあそれなら大丈夫そうだ。なら次は僕も試食しよう。料理といえば、さっきから何かが足りないような。あ、オイラたちを招待したフータオはどこにいるんだ。あとグオーパーもいないぞ。グオーパーならなんだかやる気に満ち溢れてて、お父さんのところでお手伝いしてるよ。ほら、怪盗祭は料理を食べに来るお客さんが多いってあなたたちも知ってるでしょ。グオーパーが万民堂に残って手伝ってくれてなかったら、私もフータオの食事会に来る時間を作れなかったかもしれないんだ。でね、フータオは同志はある客を迎えに行くと言っていた。俺にここで先に皆をもてなすようにと。時間を見るにそろそろ来る頃合いだと思うが。フータオがわざわざ呼びに行くなんてな。それってきっとすごいやつなんじゃないか。まさか国政強行、それとも北斗か。それが同志の口から聞くことはできなかったんだ。
部下である俺が詳しく聞くのもあまり好ましくないしな。